ギュスターブ・クールベは、フランスの写実主義の画家。オルナンの埋葬1849、オルセイ美術館画家のアトリエ1854から55、オルセイ美術館中央で描画している人物が、クールベと言われている今では、クールベの代表作とされている、大作、オルナンの埋葬も、発表当時の評判は散々であった。この絵に、クールベが付けた題名は、 オルナンの埋葬に関する歴史画というものだった。当時のフランスの人々にとって歴史画とは古代の神々、殉教者、英雄、帝王などを理想化された姿で描いた格調高い絵画のことであった。これに対しオルナンという山奥の田舎町の葬式に集まった名もない人々という主題をまるで歴史上の大事件のように扱いこのような巨大な画面に表して 歴史がと称するのは当時としては常識外れのことだった。もう一つの代表作、画家のアトリエも大作である。この作品には、私のアトリエの内部、我が7年間の芸術的な生涯を要約する、現実的偶意という長い副題が伏せられている。偶意画とは、例えば、愛、真実、信仰、死のような目に見えないもの、形のないものを擬人化したり、 生物画で表したりする西洋絵画の伝統的な主題の一つであるが、クールベはアトリエで制作する自分自身の姿と周囲に集まる30人ほどの人々を描写したこの絵を偶イだと言っている。画中に描かれた人物たちは全員が何らかの偶イを表しているとされ、知人で作家のシャンフルーリに出した手紙でこう説明されている。舞台はパリの私のアトリエです。 画面は二つの部分に分かれています。真ん中で私が描いています。右側は株主たちすべて、つまり友人たち、労働者たち、芸術界の愛好家たちです。左側はやひな生活の別の世界で民衆、悲惨、貧困、富、作取者、非作主者、死によって生きる人々です。クールレは上記二作品のようなグループ肖像画のほか。 森の中の動物を主題にした風景画や官能的なラフ像などにも傑作を残している。フォーボでの発音例、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典の解説、コトバンク、2018年8月3日閲覧。例えば、アリチ京子、オルセイ早回りによれば、不敵な暴れん坊クールベは万博での展示を拒否されると、 万博会場の向かい側で史上初の個展を開催し、レアリスム宣言をしていますと書かれている。レベイヌーゼス。ムーゼイ・ホブレイ。2017年12月29日。閲覧。ありがとうございます。